はい、それでは内田選手のインタビューを始めさせていただきます。まずはじめに試合を振り返っての感想をお聞かせください。そうですね、急遽チャンスいただいて、自分は連敗してたんで、もう後がない立場で、まあ、最低限 KO でって思ってたんですけど、勝てたので、まあ、よかったと思います。対戦相手の三井選手、戦う前と戦ってみての印象を聞かせてください。そうですね、やっぱ一発がある選手だなと思ってたんで、まあ、その一発気をつけながらスピーディーな戦いで翻弄してやろうかなと思ってたんですけど、まあ、意外とやっぱ一発あってなかなか前に出れなかったんですけど、まあ、一発一発しっかり当てるところ当てれたんで良かったかなと思います。はい、それでは最後に今後の目標をお聞かせください。そうですね、自分は東北宮城出身で、東北出身の選手は少ないと思うんで、自分がどんどんアピールして仙台大会とかもやってもらえるように自分がアピールしていきたいなと思います。今後も応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。こちらでインタビュー終了させていただきます。ありがとうございました。